はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、ついにマイナンバーカードに健康保険証機能が、後半は今週のキャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめということで、今回はまぁ、あ、タイトルとサムネイルの通りなんですけども、この動画では先週1週間あった、まあちょっとした話題と、今週のお得なキャンペーンのまとめをですね、サクッとお伝えをしていこうと思います。それでは、行ってみましょう ということで、早速お伝えしていこうと思うんですけども、まず最初、前半はですね、先週1週間で起きたちょっとした話題をですね、僕の方で今回3つピックアップをしております。で、先ほどお伝えしたようにキャンペーンのまとめに関しては動画の後半でお伝えしますので、 もしこちらが気になる方はそちらまで飛ばしていただいても結構です。それではまずタイトルとサムネイルにもあった通りのまずマイナンバーカードなんですけども、今回ですね、このマイナンバーカードになんと、じゃんということで健康保険証の機能がつくようになりました。一応ですね、まあその証拠というよりかは、まあこの厚生労働省のツイッター、公式のツイッターですでに呟かれてたんですけども、 ここですね、見ていただいたらわかるように、マイナンバーカードは健康保険証として利用可能に、利用申し込みの受付開始ということで、2021年の3月っこ予定から保険証として利用できるようになります。マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みを、本日からマイナポータルで受付開始となりました。これ本当僕もですね、ちょっと前にツイッターでもつぶやいてて、自宅に届いた郵送物にも同じようなことが書いてて、これいつ始まるんかなということで思ってたんですけども、これが 始まったのがちょうどおとついですねで今回何が始まったのかというと今出ているように利用申し込みの受付開始になるので本格的に始まるのは来年の3月ということになっております、まあ、予定なので、まあ、うまくいけば3月からスタートするということですねこれ結構嬉しいですよね まあ、今現在のマイナンバーカードの、ま、機能としたら大きく3つに分かれてるということで、ま、一番左側のぴったりサービスっていうのがですね、今ここにも出てるように、お住まいの地域で受けられる行政のサービスをすぐに検索、オンラインでの申請とか手続きも簡単にということと、あとは、ま、今度始まるね、マイナポイント。これに関しても、ま、話題になってると。そして今回新たにですね、この健康保険証の機能がつくようになるということになります。で、実際にこのマイナンバーカードを、ま、健康保険証機能がつくことによっての、ま、メリットというのもあったので、 ちょっとそれも引っ張ってきました。まずここですね。いつもの通院等が便利にということで、まず受付のところに書いている通り、顔認証で自動化された受付であったりとか、で右下の診療って書いているところですね。過去のデータに基づく診療薬の処方が受けられる。そして支払いに関しては、窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要になるということですね。まあ、ちょっとそんなに僕も病院とか行く機会はないんですけども、まあ、これが実装されればどんな風になるのかってちょっと気になるところではありますね。 あともう一つここもですね、こんなところも簡単便利にということで、転職、結婚とライフビュイベント等に健康保険証発行を待たなくて良いということ。で、二つ目の特定検診や薬の情報をマイナポータルで一括管理。で、最後三つ目のマイナポータルから E タックスに連携し、確定申告が簡単にということですね。 まあ僕自身そんなにマイナーバーカード届いてほとんど使うことっていうのがないんですけども、まあかなりまあ活躍する場面っていうのは出てくるなっていうふうには思いますね、これを見る限り。でですね、この先ほどからちょくちょく出てたそのマイナーポータルからの申し込みに関しては、ちょっとまた僕も実際にやってみたいと思うので、これに関してはまあ別の動画で作成する予定ではありますので、まあそれをお待ちいただければなと思います。それでは次ですね。じゃんということで、LINEPay から Apple ID 残高にチャージできますと。 いうことですね。これもちょっと意外でしたね。なんかありそうでなかったような機能でしたよね。一応そのやり方自体も公式ページに出てました。普通のまず、丸一番ですね。LINEPay の画面から、右下に新たにですね、App Store iTunes ギフトカードのマークがあるので、これをタップしたら、 この2番の画面になると。で、ここでコードの購入って入れたら、ご自身が購入したい金額をここに入れると。で、丸4番で、あとは決済する画面で支払いたい額をそこでタップすると。そしたら、そしたらこの iTunes、App Store とかで使えるコードがもらうことができるということですね。で、実際に僕的には、ああ、まあこれはいいなというふうに思ったのは、ここですね。まあご利用ポイントっていうのは真ん中にちょっと小さくあるんですけども、もしその LINE ポイントを使う際に、まあここで LINE ポイントの消費ができるってとこはいいなというふうに思いました。で一応 注意書きにも書いてあったんですけども、このチャージをすることによっての還元とかは特になかったみたいなので、そこはちょっと気をつけていただければなと思います。なので、v i s a l i n e p e c r カードからね、購入しても、それは対象外ということになるみたいです。 詳細に関ししてては公式ページを是非チェックしてみじゃんということで、モバイルパスモの話題ですね。ちょっとここも少し話題になっておりました。今出てるのは、このモバイルパスモの Android についてなんですけども、なんとですね、この度、をですね、あなたの iPhone と Apple Watch で使える PASMO が年内に登場しますということでございました。今までそのモバイルパスモに関しては、基本的にはずっと Android でしか使うことができなかったんですけども、今度から Apple Watch として iPhone でも使えるようになるということになります。まあ、僕自身 自身が住んでる地域柄的にはあまりパスも自体を使うことってほとんどないもしくは僕自身が持ってないっていうのはあるんですけども基本的に普段からね パススも使われていいいいいるるる方かからすすとととちょっと嬉しいニューにになななんじゃううふうに思います一応、今もお伝えしたんですけども、対応する期間に関しては年内にということですので、まあ、明確な日にちが決まればね、僕も実際にちょっと使ってみたいなというところではあります。以上が今週あった話題についてでした。それでは次こちらですね。じゃんということで、8月の10日から8月の16日までのキャンペーンのまとめについてですね、めちゃくちゃちょっと簡単にお伝えしていこうと思います。まず一つ目は、ペイペイジャンボ一1等最大1000%。 戻ってくれキャンペーンについてですね。こちらは8月の31日まで開催中です。で僕もですね、まあ、ちょくちょくあの、利用することあるんですけども、今ちょっと上の字幕にも出てるように、マップに記載がなくても対象のお店がということで、僕先日ちょっとラーメンを食べる機会があったんですけども、そこで PayPay で決済して、まあ、ここは別に対応対象のお店ではないなっていうふうに思ってたんですけども、特にマップにも出てなかったので、そしたらまさかのですね、3等が当たったので、まだもしかすると対応してるけどマップに乗り切れてないっていうふうなお店も中にはあるかもしれない んでこれに関しては、一旦そのお店とかで確認していただくのが一番いいのかなと思います。まさかね、僕もマップに対象のお店という風に載ってなかったのに、3等が当たってちょっとラッキーでしたね。次はこちら、ペイペイと e b o o k ジャパン最大20%還元キャンペーンですね。こちらは8月の31日までとなっております。で、新たにですね、今度は銀だこ最大8%のキャンペーンが、まあ、これ PayPay ペペなんですけども、8月の10日からスタートします。で、期間に関しては8月の31日まで開催中でございますので、もしよくね、銀だこ利用 される方はですねペイペイ決済でやってみるのもいいんじゃないかなと思います次はこちらですね D バレーとセブンイレブン5%もしくは25%還元キャンペーンということでこちら8月16日で終了となりますこの25%に関しては初めて D バレーをされる方限定となっておりますのでここは間違いないようにお願いします あと、ここも開催中ですね。D バレーお買い物ラリーということで、対象のお店で D バレーで決済したら D ポイントが10%もらえて、条件をクリアすることによって最大で30%還元を受けることができるので、ぜひですね、近所にまあ対象のお店があれば D バレーで決済するのはかなりお得なんじゃないかなと思います。こちら8月31日までですね。 あとちょっと飛ばしまして、aupay もちょっとお得なキャンペーン開催中です。対象のドラッグスターで最大で10%還元キャンペーン。こちら8月の31日まで。そしてこちらの対象のスーパーでも最大で10%還元キャンペーン。これはちょっと長いんですけども、9月の30日までとなっております。 まあそんなこんなで今回は先週の話題3つとそして8月の10日から8月16日までのキャッシュレスキャンペーンまとめについてお伝えをさせていただきましたいや本当ね僕的にはもう冒頭にもお伝えした健康保険証の機能がついたそのマイナンバーカード これができるのっていうのは結構面白そうだなというふうに思いました。っていうのもですね、まあ以前僕の動画でも紹介したあのお財布あったと思うんですけども、僕はあんまり本当健康保険証とか持つことっていうのは、まあその病院とか歯医者さんに行く時ぐらいしか本当に持つことっていうのがないので、まあそれがね、マイナンバーカード1枚で済むって考えたら、お財布に入れるカードの枚数もかなり減る、まあ1枚減るっていうのもかなり僕的には嬉しいなというふうに思いましたね。まあ実際にちょっと始まってみないっていうのはわかんないとこではあるんですけども、 ま、さらにね、便利になるなら、実際にちょっと申し込んでみようかなというふうに思っております。で、先ほどもお伝えしたように、そのマイナポータルからの申し込みの受付っていうんですかね、それに関してはまた改めてやり方をですね、動画でお伝えする予定なので、もしですね、使い方などに関して、ま、検討されている方がいらっしゃれば、参考にしていただければなと思います。で、先ほどお伝えしたスマホ決済のキャンペーンの公式リンクについても、下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、 また月曜日からも頑張っていきましょう本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました